ヨードシルベンゼン、またはヨードソベンゼンは、化学式が C6H5IO と表される、超原子化要素化合物である。無色の個体で、有機化学や肺位化学の研究所において、お基礎定義試薬として使用される。これは、ポピュラーな主薬、ペルヨージナンと関連している。ヨードシルベンゼンははじめ、コンラット・ウィルゲロットによって、ヨードベンゼンから合成され、記述された。 まず、溶土ベンゼンを参加して、ジアセタートとし、次に、加水分解することによって得られる。溶ドシルベンゼンの構造は結晶学的に証明されていない。ほとんどの溶剤に対する低い溶解度と振動分光法の結果は、これが分子ではないが、IOI 要素からなるポリマーであることを示唆している。関連した、ジアセタート C6H5I には、 多重結合なしで T 字形構造を取る要素の特性を示す。ヨードシルベンゼンは商業価値を持たないが研究所においてオキソ転移試薬として用いられる。これは特定のアルケンをエポキシドにし、いくつかの金属錯体を対応するオキソ誘導体に変化させる。このようなオキソ転移反応における活性体は単量体の範囲イ,イ,イコール O であると考えられているが、 これは証明されていない。この化合物は爆発性で、真空下で加熱してはならない。ありがとうございます。